ライプツヒは1905年浸水のドイツ海軍の巡洋艦。ブレーメン急小型巡洋艦の一隻。艦名はドイツの都市ライプツヒにちなむ。ライプツヒはベーザー造船所で建造され、1906年4月20日に竣工した。第一次世界大戦の開戦時にはメキシコ沖にあり、8月末にはガラパゴス諸島へ向け南下した。 ガラパゴス諸島へ向かう途中でライプツヒはイギリス船エルシノアを沈めた。ガラパゴス諸島には9月18日に到着した。ガラパゴス諸島を離れたライプツヒは砂糖を積んだバンクフィールズを沈め、それからペルー沖へ向かったがそこでは何も発見できなかった。そのためライプツヒはイースター島へ向かい、そこで大西洋からやってくる巡洋艦ドレスデンと合流しようとした。 10月14日にライプツヒがイースター島に到着したとき、そこにはドレスデンの他に総甲巡洋艦、シャルンホルスト、グナイゼナウ、軽巡洋艦ニュルンベルクも到着していた。5隻の巡洋艦は10月18日にイースター島を離れ、10月26日にファンフェルナンデス諸島に到着した。5隻は10月28日にファンフェルナンデス諸島から出港して、 治療機へ向かい、得られた情報から単独で行動中であると思われた、イギリス巡洋艦グラス号の攻撃に向かった。そして、11月1日に、装甲巡洋艦グッドホープ、モンマス、軽巡洋艦グラス号、仮想巡洋艦オトラントからなる、イギリス艦隊と遭遇し、コロネル沖海戦が発生した。ライプツヒは、グラス号と交戦した。 コロネル沖海戦でイギリス艦隊を撃破したドイツ艦隊は大西洋へ向かった。その途中、ライプツヒはイギリスのホブネドラミュアを打破した。ライプツヒは12月8日のフォークランド沖海戦でイギリス巡洋艦、グラスゴー、コーンウォールとの交戦を沈没。救助された乗員は18名のみであった。ありがとうございます。